はい、5月の27日土曜日ということで、本日もひなしゃのひなの世話やっていきましょう。はい、暗くなっちゃう、暗くなっちゃう、まとまってガン。はい、おはようございます。みさとオーストリッチファームのコニタンです。ということで、今日もひなしゃのひなの世話変わらずやっていきましょう。はい、ね、今日はねすごい晴れてるね。おはよう。あれ、みんな元気かな。そうね、大丈夫そうだね。はい、気温が何個あれじゃない、ちょっといつもよりちょっと時計の表示が見にくい。あ、時計変えた、これもしかして見にくい。 28.6 度の 45%。 誰だこれ変えたの。こんなさ、時間が前面に出ててもわかんないぜ。わ、見にくいぜ、これは。はい。はい、それでは。なんかメニュー見てみましょう。はい、よし、重い。はい、27.7 度、雨で作った人ね、 27.7 度に30度。はい、 27.7 度に30度です。まあ過ごしやすいんじゃないですかね。 27.7 度、 30.0 度。はい、比較的過ごしやすいという陽気です。陽気、室温です。ね、そろそろ泣かないんだよ。はい、こちらのひなちゃんたちはどうですかね。はい、そろそろまたピンマイクをね、新調したいと思います。みんなおはよう。さて、だんだんと床の風も増えてきて、よく食べている証拠ですね。いい感じ、機敏だね。測らせてもらいます。はい、 28.9 度の 31.4 度。はい、ピンマイクを新調すれば音声の心配もなくなりますからね。よし、昨日僕が印刷しといたの持ってきてくれたんですね。ありがとうございます。あと、これって時計新しくしました。携帯に映らない、携帯に映りにくいという謎の。
はい、餌の残りはない。ない。ちょっとだけ。まだここにはいっぱいある。はい、ということで、今日の餌は 1.5 杯。よし、じゃあ時間を気にしよう。6番ってどれだ。6番ってまだいます？いる。これマジラでしょ。アヒルエルって何だった？
なんかグ、いいんだろう、なんかグデーってしてるやつがいないんです。いないね。テケラじゃない。なんか違う。左足。これですか。これじゃない。これで4番です。え、誰もグデってしないんです。どうした？昨日目が見えないとかなんと書いてありますよね。どうい？でもなんかいないね。目が見えない。なんかそんななんかでっぷり太った人がいなくなったんですけど。どうした？君じゃない。いいよ。体に足が追いついた。6番今日明らかに暑いんだけどね。さっき泣いてるのはそうだね。あんな小さくなかった気がする。あ、いた。飲めるようになってる。こいつこいつ。今飲んでる人ですか。こいつ。ああ。あれ？なんか水飲めるようになってるよ。ほら。飲み方を覚えた。目が見えないけど、ここにありそうみたいな。目が見えないっていうのは、これ動かないんだ。あ、でもやっぱ見えるようになったのか。昨日見えなかった。へー。こっちにあっても離れたかな。あれなんかもう見えてるんじゃね？ぼんやり。少しずつ回復したんじゃない？ぼんやりとは見えるみたいな。あ、いや、認識してる。治った。ほら。よかったよかった。やった。やったぜ。復活。よくわかんねえ、セーフ君。一晩にしてなんて回復するんだって。どういうこと？腹もそんなに減ってない。なんだ、珍しい。はい、長靴をつかないで。絶対長靴に餌をつけたら効率的に。な、何でですかね。敵。君の長靴を置いてはいる。で、そこにまたまた餌とか。なんかあれあの粘着シートみたいなので餌を。でも椅子も横にペタってやって、上にまた綺麗に。なんだろう、俺だけ敵だのかな。大きくなったヒナにも疲れるんですよね。何なんだろうね。赤好きなの。やめてくれ。でもそれ赤狙ってる。赤色が違うからかな。赤好きなの。赤狙ってるし。でも赤色の食べ物食べてくれないんですよ。この大きさになってうんこする瞬間を見ていれば分かるんですかね。うん、本当にでもずっとサイズ多分変わってないんだよ。うん、看板も見て、あ、
初めて見た。はい、ということで朝の皆さんの世話でした。はい、皆さんいい土曜日をお過ごしください。バイバイ。